こんにちは、カンノです、今日もですね、タオルのちょっとお話をですね、ちょっと今日はね、してみたいと思ってます、というのもですね、友達からね、もう何人にも今まで過去聞かれたことある話なんですけども、あのタオル、ね、このタオルっていうの寿命ってどれぐらいなんっていうのよく聞かれるんですよ。いつ捨てたらいいものなのっていうのよく聞かれるんですけども、まあ実際私ども、ね、扱ってるタオルっていうのは、この寿命っていうのは多分言われてることっていうのをよく聞いてみると、だんだん使ってるうちにね、硬くなってくるっていうことなんですね。で、硬くなってきて、本当なんか雑巾、ガラガラのあのね、乾いた時の雑巾みたいになっちゃって、もう使えなくなって、顔を拭くのやめて、今度は雑巾になる。ね。最後にはこう洗車のタオルになって捨てちゃうっていうふうなんですけども、これでもいつまでこれ使ったらいいもんかなっていうのに聞かれるんですね。で、もう私なんかの場合、私どもの場合はですね、まあ、タオル屋なんで、それなりに、ね、すぐ処分したりするんですけども、これじゃなくてですね、実はね、いい方法があるんですね。あのタオルっていうのは、この硬くなるっていう原因はですね、実は柔軟剤とかですね、そういったところにあるんですね。で、この油分がですね、この綿に付着して、だん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 この硬くなってくるというところなんです。で、硬くなってくるので、それが原因でガチガチになっているというところなんですね。で、これをですね、解消する方法って実はあるんですね。あの、もう本当ね、たらいみたいな大きな寸胴みたいなところにそのタオルを掘り込んで、ぐつ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 煮るわけですよ、水で。そうしますと、その油分っていうのがその溶け出してきてですね、で、またちゃんときれいに乾燥すると柔らかくて、麺本来の柔らかいその仕上がりになって使うことができるっていうのがこのいい方法なんですね。洗うっていうことなんですね。熱湯で湯通しして洗うっていう、煮るっていうことですかね。これがやっぱり一番いい方法やと思うんですね。ただでもね、何やっぱりですね、硬くなってくるとやっぱどうしてもそんな面倒なことがしたくなくなるっていうのが実は事実で、ただでもその方法でどん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 煮ていって使ってまた使えるんで使っていくとやっぱりね、麺っていうのは使えば使うとやっぱり痩せていきます。で、しまいにはガーゼみたいになりますんでね。だからそういうのになってきて、もう本当水も吸わなくなってガーゼみたいになったら捨てれるっていうところになりますので、まあその辺はですね、ちょっと考えてもらったらいいんですけども、ただそのガチガチになった硬いタオルはどうやったらいいかっていうことでは、そう言ってね、煮出すっていうんですかね、煮るっていうことで やるとまたあの麺本来の柔らかいタオルに戻りますので、一度ね、やってみてください。はい、よろしくお願いいたします。